激辛フー。誰誰、ちょい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 、それ誰。しどうも、スバです。変なやつ来たぞ。カモン、イエーイ。今夜はコラボラっぽいくぜ、聞いてくれよな、行くぜ。フレピー、フレピー、初コラボ、ジュエリー、綺麗、ラブ、小顔、お互い、やばい、トゥギャザー、病院、もみあげテックの、スバタ、コーリン。というわけでですね、今日ですね、僕の撮ったやん、初コラボです、初コラボ、イエーイ。スバタさんと一緒に、ちょっと激辛料理店、味覚です。激辛マニアが知るぞと知る、激辛名店なんで、まあ、自信はありますね。まあ、自信はある、はい。なんで、こう、二人のこう食べる様子を見ながら、どんなもんか、この辛さ、どれぐらいかっていうのをね、見ていただければと思いますね。今日もみんなの教えに火をつけちゃうぞ。じゃあ早速行ってみましょう。レッツゴー。あー、激辛ジョニーが来たよ。オッケー。あ、じゃあ今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、毎日放送、はい、TBS 系列の、はいはい、大阪の方の曲す。すごいよ、毎日放送の大阪。はい、まあ、じゃあ普通に食べてるよ。もう全然、いつもの感じで。ああ、わかりました。了解です。すごい、これはミラクルが起こったぞ。あ、お母さん。はい。一番辛いのはあれですよね、あの激辛麻婆。そう、一番辛いは麻婆豆腐で、僕、激辛麻婆のご飯セット。はい。じゃあね、今日ね、あの味覚のお母さん、味覚の、お名前は。です。マザーテレサです。ヒーハー。はい、これ火量も。何言ってるかちょっとわかんない。これ激辛麻婆あるじゃないですか。はい。これ食べれない人とかいます。いっぱいいますよ。いっぱいいます。はい。どれぐらいの割合ですかね。100人の中で一人多分完食の時もないですとかある。ええー。100人中一人食べれる人が。これ8人の中で全部今は53人完食しました。53人。はい。この麻婆豆腐。うん、じゃあ今日僕がこれ完食したらこの写真の、そうそうそう、載ってますから。これ食べたら写真載っかるらしいっすよ。でもそれぐらいやばい。え、今まで53人しか食べきれなかったってやばいっすね。おー、来たー、やべえ。これなんすか。激辛麻婆豆腐。激辛麻婆豆腐、オッケー。はい。うわ、すっげえ。うわ、待って、これやばい。これやばい、やばい、やばい、やばい。待ってて、大丈夫。やばい、これやばいですよ。匂いやばくないですか。うおリアクションに困んない。やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。これやばいっすよ。うお、に、あ、匂いがやばい。やべえ。ドン、イエーイ。今夜もぶっ放していくぜ、聞いてくれよな、行くぜ。真っ赤な悪魔、ジョロキア降臨、見た目はヤクザ、大きな小振り、エンジェル登る、泣けるよりやる、伝説残す、しびれる美学。いただきます。やばいね、もう地獄色してる。わぁ、いけぇ。わぁ、怖い。マジか。わぁ、怖いね。うん、なるほどなるほど。結構山椒が効いてますね。なんか唐辛子系の辛さっていうより山椒がきついですね、これ。うん、結構しびれますよね、これ。きてぇ、反射がきつい。やっせ。どこ行ってはったんですか。え、どこ行ってはったんですか。あ、外の空気よ。あ、店内の空気に耐えられず。そうです、空気も結構しびれません。もう、やばいです、涙が。な、怖いね。涙流してる。やべ。うん、あ、これあと舐めてました。痛い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 。辛いっていうか、しびれますね。うん、あ、
あ、ダメだ。まあ、気休めっすよ。変わる。辛いもんよく食べるんですか。まあ、僕はその激辛ジョニーでやってるんで、結構これ相当きついっすね。うん、激辛ジョニーって何なんすか。激辛ジョニー、あのチャンネル名です。 YouTube にアップしてる。そう。辛い。数多くの多分激辛メニューを食べてきはったんですね。食べてきましたね。どうです。トップクラスです。トップクラス。辛い。全然すまねえですよ、汗が。いや、ないですね。カバ最高ですね、これ。これは結構長期戦になりそうですね。いやいや、さすが激辛ジョニーですね。これは結構きついです。とりあえずちょっとこの麻婆を冷やしながら、最初ご飯だけ終わらせます。麻婆は冷まして一気にかき込む。じゃあとりあえずご飯は完食したんで、残りこの麻婆豆腐最後にもう勢いでかき込んでいきたいと思います。これね、味わったら多分死ぬわ。辛さの秘密が分かりました。まあもちろんその山椒が入ってるのと、あとは中国で一番辛い唐辛子と、タイで一番辛い唐辛子、あとこれジョロキア入ってます。ジョロキアだからこんな辛いのか。もう唐辛子だけでもめちゃくちゃ辛いのに、そのに山椒のしびれが半端ない。こりゃそうなるわ。スバタさんもうやばい、さっきからなんか外と室内行ったり来たりしてる。これが辛さの秘密です。でも俺は負けまへん、うん、今日ね写真絶対載るから。冷まして一気に。これやべえな。よし、じゃあだいぶね麻婆が冷めてきたんで、ここでもうラストスパートかけたいと思います。よーし、じゃあ行きます。怖え。よっしゃ、行きましょう。すげえ、うん、うん、なんか飲み物みたいな、うん、もはや、うん、ジョニーさんね、本物のね、男だね。すごい男だって。散々挫折した人見てきた。もうおかみさんがもう認めてるから、すごいですよね。すごい、本当にすごい。頑張れ、もう少し。しびれよね。あ、また山椒来た。
射程圏内入ったんで、もうこれ最後ね、書き込んでこの勝負にケリをつけたいと思います。どうでも全然射程圏内どころか射程圏外ですね。よし、じゃあ最後書き込んでいきたいと思います。怖いんだよなこの一口がマジで躊躇する。よし、いきます。救急車の名古屋でしたか、いたって言ってましたもんね。なんかちょっとバンジージャンプを飛ぶみたいな気持ちです、ね、あ、もうバンジーの方がいいですよ、俺だったら。たまにも平気なんで、見えないから。いきます、いきます。よし、ラスト、ラストスパート内側から来る恐怖だから、これ、うん、ごちそうさまでした。完食しました。オッケー、やばー、辛かった。というわけで完食したんですけれども、これは本当にやばかった。味覚というだけあって、もう生涯この味を忘れないでしょう。本日の辛さの判定をしていきたいと思います。味覚本店さんの激辛麻婆、じゃーん、じゃじゃん、星10個おめでとうございます。10個です。ついにマックスレベルが来ました。いやー、本当に今日はやばかったです。結構時間かかりました。1時間半ぐらいかかりましたかね。本当にちょっとギブアップするか躊躇しましたけれども、いや、なんとか食べきることができたんで、ぜひ激辛マニアの方挑戦してみてください。 Twitter 等々更新しますので登録の方よろしくお願いします。あとですね、この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします本日ですね、コラボしたスバターさんのですね、チャンネルは概要欄に貼っておきますので、よかったら、見てください。よろしくお願いします。今日の撮影の裏側とか撮影してるんで、お願いします。ジョニーさん、完食お疲れ様です、はい、ちなみにいつぐらいに乗っかりますこれ。来月は無理です、うん、なんか来月に今撮った写真がここに乗っかるみたいなんで、乗ってますんで見に来てください。じゃあごちそうさまでした。めっちゃ辛いです。じゃあ本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もっと見てください。ほら、だいぶねっとり、ねっとりボタンはここだよ。 OK、 チャンネル登録してね。 OK、 もっともっともっと増えろ。 OK、